それはようやく暑さも和らぎ出した10月のこと。俺は昨晩から気力を失い、なんだか何もかもが嫌になっていて、自宅アパートのリビングソファーでずっと横になっていた。ひどい頭痛と吐き気を催して翌日の昼前に起き上がり、体温を測ってみると38度。とりあえず顔でも洗おうかとふらつきながら洗面台の前に立った時、愕然とした。いつの間にか顔全体が紫色に変色しむくんでいて、しかもあちこちにおかしな赤い発疹がある。風邪かな？それとも何か他の病気？などと思いながら、またソファーに横になったのと同時に携帯の着信音がした。画面を見るとエスミからだ。エスミは大学の友人 F の彼女だ。今は F のアパートで同棲している。はい、と答えるが何の返答もない。不審に思い何度となく問いかけると、ようやく彼女の低くかすれた声が聞こえた。変なの。は？わけがわからず聞き返す。するとようやくいつものエスミの声がしだした。ユージが昨日の夜からおかしいの。ご飯の途中に同じ言葉を何度も繰り返したり、いきなり死ぬと言い出してベランダに行こうとしたり、それで昨晩はなんとかなだめて寝させたんだけど、今朝は頭が痛い吐き気がするとか言い出して、熱測ると38度超えててね。それから。ここで言葉を詰まらせたエスミに俺は、それから、どうしたんだ？と尋ねる。すると彼女はまた低くかすれた声で喋り始めた。顔がね、別人のように紫色になってパンパンに腫れてて、それと顔のあちこちに赤いブツブツができてて、あいつ何か変な伝染病に感染してるのかな？そしたら私もうつったのかな？ねえ、何か心当たりない？俺と同じだ。そう思いながら俺は、とにかく病院に連れて行きなよ、と答えると、そのまま電話を終わらせる。それからまたソファーに横になった途端、脳内に1ヶ月前のとある記憶が蘇ってきた。それは長い夏休みも終わった前月9月の最初の週。その日の日中俺は大学構内にいた。学生食堂の長テーブルで昼飯を食べていると F が正面に座り、おもむろに喋り出す。実は11月丸日は休みの誕生日なんだ。付き合い出して初めての誕生日だから、奮発して少しいいものをプレゼントしようと思ってるんだけど、お前も知ってる通り俺自分の生活だけで手一杯で貯金もなくてさ、それで短期で金になるバイトを探してみたんだ。そしたらネットのとある情報サイトにこんなバイトの募集があったんだよ。そこまで言って、F は自分の携帯を俺の眼前にかざす。画面のトップには、実働わずか1日で30万円が稼げる仕事です。という怪しげなタイトル。その下方に内容が書かれている。要約すると、とある場所に行き外資系大手製薬会社の新薬を治験すると、その報酬として30万円をもらえるというものだった。こんなの怪しいからやめときなよと俺が言うと、あいつ、誰もが知っているアメリカの有名製薬会社の新薬だから絶対大丈夫なはずだ。とか？アメリカではもう1年前からすでに数百万人の人たちが利用していて、何の健康被害もないという実績だ。とかを、携帯の画面を見せながら下り顔で熱心に説明する。それを聞いているうちに俺も、このバイトなんだか良さげかな？と思い出してしまい、結局一緒にやろうということになった。それでおのおの携帯のウェブサイトから個人情報を入力しエントリーすると、すぐに返信のメールが返ってくる。それからその週の日曜日の指定時間に大学近くの駅ロータリーで二人待っていると、製薬会社のロゴマークのペインティングされた銀色のマイクロバスがやってきた。乗り込むとすでに老若男女数十人が座席に座っている。運転席横に立った白い T シャツを着た長身の白人男性が明るく自己紹介した後、その日の予定を説明した。それからアシスタントらしき若い日本人女性が全員にアイマスクを配ると、この日の仕事は製薬会社からの要請で極秘に行われるものだから、必ず着用してくださいという。それで座っている男女全員はアイマスクを着用した。そこから俺たちは視界が遮られた状態のまま1時間ほどバスに揺られ、とある場所で降ろされた。そこで初めてアイマスクを外すことを許可されたんだけど、そこは大学の講義室のような、長机と椅子が整然と並べられた広々とした場所だった。机の上には等間隔でペットボトルが置かれている。バスに乗っていた全員がゾロゾロと着席した頃合いに、室内先頭にある縁談に白衣姿の白人男性が現れる。隣には同じく白衣姿の小柄なアジア系の女性が立っていた。
彼はマイクを片手に英語で、自分がアメリカ某製薬会社の主任研究員という身分を明かした後、これから治験してもらう新薬の安全性を背後のホワイトボードを使って丁寧に説明し出す。隣のアジア系の女性が日本語で同時通訳をする。一通り説明を終えた男性は最後に片言の日本語で、皆さんはこの素晴らしいお薬を体験することのできる最初の人たちです。と言って満面の笑みを浮かべた。その後アシスタントらしき白衣の女性が笑顔を振りまきながら、室内にいる一人一人に小さなビニール袋を配り始める。中には2錠のカプセル錠剤が入っていた。全員にビニール袋が行き渡った頃合いを見計らい、縁談の白人男性がまた片言の日本語で、では、私の肺という合図とともに、お手元のお薬を飲んでください。という。それで俺たちが手のひらに錠剤を2つ乗せたまま待っていると、しばらくして、はい。という男性の掛け声が室内を響き渡る。俺と F、それから S に座るすべての男女が一斉にペットボトルの水を含み、2錠のカプセル錠剤を服用した。全員が薬を服用したことを確認した男性は、グッド。と言って親指を立てた後、また満面の笑みを浮かべながら隣の女性と一緒に拍手をしだす。それからは再び全員アイマスクを着用し、スタッフの誘導のもとマイクロバスに乗り込むと、バスは動き出した。道中、女性スタッフから次のような要請を受ける。それは、本日から毎日2週間の間、つまり9月の末くらいまで、夕食の後その日の体調の報告をしてください。というものだった。そしてその報告は、後ほど帰り際に手渡すメモに書かれた URL から入ってもらったサイトの、専用ページからしてもらいたい。報告が全て終えたことが確認できた時点で、指定の口座報酬金30万円を振り込みます。ということだった。俺たちは早速その日の夜から報告を開始する。それから2週間が経過したが、体調には何の変化もなかった。F も同じだったようだ。そして9月の末に口座にはきっちり30万円が振り込まれていた。これで休みに誕生日プレゼントが買える。と言って F は喜んでいた。そしてその時は俺の懐も潤い、すべてがトントン拍子に問題なく進んでいたと思っていた。だが、再び携帯の着信音がしたのは休みの電話の後、耐えられずソファーで横になって2時間くらいが経った頃だ。また休みからだ。応答ボタンをタッチすると、途端に彼女の低く抑え気味の声が聞こえてくる。さっき友人を病院に連れて行こうと準備してたら突然家の呼び鈴が鳴って、緊急事態だ、早く開けろって男の人の怖い声がするから慌てて開くと、いきなり白衣姿の男の人たちが数人でドタバタ室内に入ってきて。ここで一旦、彼女の声が途切れる。それで俺が、おい、どうした、どうしたんだ？と聞くと、やがてまたボソボソ喋り始めた。それで今、私と友人、無理やり白いワゴン車に乗せられて、どこかに連れて行かれてる。なんだそれは？友人は大丈夫なのか？俺の問いかけに、しばらくして泉はまたボソボソ喋り始める。顔も手足も、紫になってて倍くらいに膨らんじゃって、体中赤い発疹に覆われてて、目とか耳とかからは変な黄色い液が出てきてるし、もう本当にすごく苦しそうで、意味不明な言葉を何回も何回も繰り返してて。それでさっき、私、鏡で自分の顔見たら同じような赤い発疹がいっぱいできててね。ねえ、私たち、どこに連れて行かれるの？助けてよ。エスミの言葉の後、ふと左手を見た俺は息を飲んだ。手が赤ん坊のようにパンパンに膨らんでいる。そしてソファー正面にある液晶テレビの真っ暗な画面に視線をやった瞬間、全身が凍りついた。まるで巨大なアザラシのような奇妙な生き物の姿がそこにはあった。俺は思わず携帯を床に落とすとソファーから床に転がり、這いつくばって進みながらなんとか洗面所まで行った。そして洗面台につかまりようやく姿見の前に立った途端、再び背筋が凍りつく。そこには赤い発疹に覆われ、醜く紫色に膨張した男の顔があった。目や鼻や口の位置が福笑いのようにデタラメになっている。救急車呼ばないと。と携帯を取りに行こうと、よろよろふらつきながら歩き出した時だ。室内を呼び鈴のチャイムが鳴り響く。続いてどんどんと玄関ドアを乱暴に叩く音がした後、
政府直轄の緊急特別班のものだ。緊急事態だ、早く、ここを開けろ。と男のドスの効いた声が続いた。ただならぬ気配を感じた俺は、重い体を引きずるようにしながらようやく玄関までたどり着くと、チェーンを外し鍵を開ける。すると途端にドアが乱暴に開けられたかと思うと、ガスマスクに白い防護服姿の二人が素早く押し入ってきた。そして廊下に尻餅をつき唖然とする俺の正面に立つと、嫌がる俺を両側から二人で脇を抱えながら玄関を出る。それから俺は二人に引きずられながら、アパート前に横付けされた白いワゴン車に無理やり乗せられた。猛スピードで走り出した車内を、ラジオの放送が響き渡る。たった今、入ったニュースです。昨晩未明から一部の地域で発生している、原因不明の奇病による被害者の数は加速度的に全国に拡大しており、現在のところ判明している被害の内容は、重症者約1130人、重体者が802人、死亡者が63人に上っております。政府は緊急対策本部を設置。その対策を早急に講じているところですが、現在のところ判明しているのは米国を本拠とする世界的なテロ組織による、日本を狙った計画的な細菌テロなのでは？ということです。